圧倒的な強さ、型破りな行動、その他いろんな意味で国民に大人気のマイスターアルカ・アーミテージ准将の1週間 This week's アーミテージ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。マシロブランドビントブルーム女王の即位式に列席するため、クリサント大統領、そして我らがアーミテージ准将はビントブルームの首都ビント市を訪問中でした。ああ近くですね、准将。乗ってきた船が縁故してしまって、准将に押してもらってようやく。何の恥になるようなこと言わないの。それって准将の肝入りの心臓艦鈴代のことですか。こだわり、大体何なのここ。ビニールシート城です。レイヤシ、ああ、はるかちゃん、公の発言は本当に。なぬ。そんな中、皆様もご存知のあの事件が。この突如訪れた危機をコーラル乙女の一人有賀夢宮さんが回避したかに見えましたが、やはり学生の力では支えきれず、あわやーというその時。そこのコーラル、よく持ちこたえたわね。間一髪、我らのアーミテージ准将の登場だ。乙女っていうのは力と技と感情。准将のご機嫌が一発で治ったようです。いかがでした、准将の活躍は。はい、素晴らしい方だと思います。さすがはトリアスも務められたはるかお姉様の。これってもしかしてテレビ映っちゃってるんですか。すっごい。この程度のこと称賛には当たらないわ。私は乙女として、いえ人として当然のことをしたまでよ。アーミテージ准将、結婚してください。おっと、これはお宝映像です。准将、萌え要素もバッチリ。深い深いぞアーミテージ。なお、准将の投げた飛行機の行方は。見上げてください、夜空の星を。さあ、いかがだったでしょうか、 This week's Armitage。 では最後に今週の准将の一言。クリサント政権はデリバリーの砦よ。デモクラシーだよ、はるかちゃん。来週の活躍にご期待ください。